デモ行進に出発します。コールを上げていきます。辺野古新基地建設絶対反対、新基地建設反対、オスプレイはいらない、オスプレイはいらない、機動隊は帰れ、機動隊は帰れ、沖縄から帰れ、沖縄から帰れ、弾圧やめろ、弾圧やめろ、差別をやめろ、差別をやめろ、命を守ろう、命を守ろう、基地はいらない、基地はいらない、米軍帰れ、米軍帰れ、命を壊すな、機動隊は帰れ、オスプレイは帰れ、沖縄から帰れ、弾圧やめろ、差別をやめろ、戦争反対、軍隊いらない、米軍は帰れ、オスプレイも帰れ、憲法を守れ、平和を作ろう、
ご通行中の皆さん、私たちは先ほどまでこの近くの日比谷野外音楽堂で高江ヘルバット辺野古新基地の建設を許さない東京集会を行いました。私たちは参加した皆さん方と仲間たちとこれから銀座方向にパレードを行います。今日日比谷の野外音楽堂には全国からいっぱいの人が参集しまして、沖縄のヘリパッド建設反対、基地はいらない、沖縄を差別するな、沖縄から帰れ、弾圧やめろ、差別は許さないなどと訴えて集会を行いました。仲間たちとこれからパレードを行います。ぜひご通行中の皆さん、どなたの参加も大歓迎です。一緒に歩きませんか。今日の集会参加者は3900人でした。会場にいっぱいの人々が、また私たちのこの沖縄への差別や基地の建設を強行する安倍政権に対して怒りの声と、そしてやっぱり沖縄の市民も県民も戦いと呼応しながら、私たちはこの東京集会を大成功を収めました。そしてパレードに行進してきます。皆さんもどうぞご参加ください。コールを行います。戦争する国絶対反対、みんなの税金軍事に使うな、基地に使うな、平和を作ろう、憲法を守れ、平和を作ろう、沖縄差別はもうやめろ、思いやり予算なんていらない、基地より命、平和を作ろう、絶対
反対、国民の声、平和の声を皆様、皇后さんの
ような暴力行為を今、地方政府関係者が沖縄でやっています。現実的では反対をしても任期を押し切って暴力行為を進める安倍政権、そして米軍、これを許すわけにはいきません。どうぞ皆さん、東京から首都圏から反対し、基地建設を止めるデモに参加し、また身近な応援の声を送ってください。この工事を止めるのは私たち一人一人の責任です。スペーコール、スペーコール、高いヘリポット建設反対、高いヘリポット建設反対、安倍政権は工事をやめろ、安倍政権は工事をやめろ、違法な工事をやめろ、違法な工事をやめろ、違法な工事をやめろ、辺野古新基地建設再開反対、辺野古新基地建設再開反対、辺野古基地建設再開反対、工事を永久にやめろ、工事を永久にやめろ、高いヘリポット建設反対、高いヘリポット建設反対、南西諸島への自衛隊配備反対、宮古石垣与那国への自衛隊配備をやめろ、自衛隊配備をやめろ、自衛隊配備をやめろ、米軍も自衛隊もいらない、沖縄に軍隊はいらない、米軍も自衛隊もいらない、沖縄に軍事基地は作るな、基地はいらない、基地はいらない、辺野古にいらない、辺野古にいらない、基地はいらない、基地はいらない、高円にいらない、高円にいらない、皆さん、ご通行中の皆さん、沖縄の高尾という村ご存知でしょうか。ここへ今建設中のヘリパッド、オスプレイが飛んだり着陸したりする、そういう基地なんです。これが強行に建設されようと今進められているんです。もう本当に豊かな森の中、丸裸にされているところが何箇所か作られてしまいました。ここでは大変貴重な動物が住んでいます。野口ゲラとかヤンバルクイナとか、ヤンバルの森が壊されまして、ここで暮らしていたその貴重な命も本当に危ない目に今あっているんです。この子の呪文もそうです。ご通行中の市民の皆さん、政府の上に沖縄の負担軽減は本当にまやかしとして言えません。
ことは加盟申請をやめるということですね。皆さん、私たちで総合性がある公務員じゃない、この違いを繰り返して加盟をやめろ。さあ、皆さん、全員ごとに参加しましょう。そう、地域を入れる。沖縄への危機をつけ、このことに対して私たちは無関心で
いてはいけないのではないでしょうか。わしの屋でお買い物中の皆さん、ぜひ沖縄のことに考えてください。4人に1人があの戦闘で、地上戦で4人に1人が亡くなった沖縄で、命こそ宝、寿司中宝という言葉が生まれました。今こそ私たちはこの寿司中宝を掲げて共に戦わなくてはなりません。参加者の皆さん、声を上げてまいりましょう。スプリンコースプリンコール辺野古新基地建設反対、辺野古新基地建設反対、沖縄差別を許さないぞ、沖縄差別を許さないぞ。さらに沖縄署名を全国で展開したいと思います。安倍内閣を追い詰め、沖縄に対する差別、沖縄に対する圧迫、基地建設を絶対にやめさせるために共に戦いましょう。お疲れ様でした。今日3900人の参加で大きな成功を取りました。全国33都道府県37カ所の同時行動です。私たちはこの力をさらに周りで沖縄署名を大きく展開して、安倍内閣を追い詰めようではありませんか。ヘリパッド建設絶対反対、辺野古新基地建設絶対反対、共に戦いましょう。沖縄に対する機動隊の弾圧を絶対に許さず、仲間を直ちに釈放しろ。私たちの運動をさらに大きく広げたいと思います。ここで長らかやさんになります。会社お疲れ様でした。ありがとうね、大丈夫だった？ありがとう、ありがとうね。
ました。ここが解散地点になります。連邦東京駅方向に向かって流れ解散になります。本日の集会参加者3900人。大変お疲れ様でした。全国33都道府県37カ所の同時行動を今日は成功裏に行動しました。大変お疲れ様でした。この力を沖縄の民意尊重、土鉄砲の連帯の署名に私たちは一層力を入れ、安倍内閣を追い詰めていきたいと思います。テロの力で安倍内閣を追い詰め、ヘリパッド建設反対、辺野古基地建設反対を必ず実現したいと思います。沖縄の抱えの人々に対する警察機動隊の弾圧を絶対に許さない。沖縄から警察機動隊は直ちに撤退しろ。この声を大きくしていきたいと思います。本日の集会参加の皆さん、大変お疲れ様でした。日比谷野外音楽堂に3900人の人々が結集し、今日のデモ行進をやり抜きました。全国で33都道府県、37カ所の人々が集会や行動を今日は展開をしております。この力をさらに沖縄の基地建設を許さない、沖縄の民意を尊重しろという署名運動に大きく結集していきたいと思います。皆さんの今日の集会大変お疲れ様でした。ここが流れ解散地点になります。集会3900人の人々で大きく成功しました。お疲れ様でした。絶対に辺野古新基地建設を許さない、ヘリパッド建設を絶対に許さない、高江の人々に対する警察機動隊の弾圧を許さない、仲間を直ちに釈放しろ。私たちのこれからの戦いを一層大きくしていきたいと思います。沖縄の民意尊重基地撤去の署名運動をさらに大きく展開し、安倍内閣を包囲していきたいと思います。皆さんの一層の奮闘をお願いいたします。大変お疲れ様でした。今日3900人の人々が結集しました。全国